シンガポール航空の客室乗務員シンガポールガールはシンガポール航空の視覚的広告である。1972年以来シンガポール航空特有のサロンケバヤを身にまとった女性客室乗務員に適用した一貫したキャッチコピースローガンでシンガポール航空の従業シンガポール航空のホスピタリティや客室サービスは雑誌や旅行業界などから認められワールズ、 ベストキャビンクルーサービス、バイザビジネストラベラーアジア、パシフィックアワーズを17年連続で受賞している。航空会社の設立以来長期間にわたって行われている広告活動は、シンガポール航空の客室乗務員の誠実さを特徴付けサービスの側面を強調している。シンガポールガールの象徴的なイメージとブランドは1968年に、現在のマレーシア航空と、 シンガポール航空が同一の航空会社であったマレーシアシンガポール航空時代に国際線のネットワークの開発と拡張を行っていた時期に作られた。サロンケバヤ・サラングケバヤのユニフォームを最初に導入したのはマレーシアシンガポール航空で客室乗務員が着用し、後にシンガポール航空の重要な企業イメージとして開発されている。 同魂のマレーシア航空の客室乗務員もこのサロンケバヤを身にまとっている。ブランドの原型はイアンベーティにより開発された。マレーシアシンガポール航空の運航は1972年10月1日で終わり、その後シンガポール航空とマレーシア航空がそれぞれ引き継ぐことになった。今日でも続くシンガポールガールのイメージは1972年に確立し、 シンガポール航空はフランスのオートクチュールデザイナーピエール・バルマンを起用し今までの客室乗務員用のユニフォームを刷新した。この時以来世界中でシンガポール航空固有のブランディングとして認識され様々なメディアに広告ととしてシンガポールガールである客室乗務員が登場している。シンガポールガールはシンガポール航空のスローガンである A グレートウェイツーフライと共に視覚的な商標やブランドとなった。シンガポールガールはアジアの価値とおもてなしを生むと言われ、人を思いやり、温かく親切、上品で穏やかであると評されている。シンガポールガールの老人形が作られ、ロンドンのマダムタス総館に1994年に設置された。21世紀に入ってから、 シンガポールガールは B777-300ER のビジネスクラスのテレビ CM や2007年10月25日のシドニーへの A380 の初商業運行でその姿を見ることができる。航空会社の企業イメージを作る効果がある。シンガポールガールは客室、フライトのクルーとして厳しい訓練過程を受けている。航空会社の評判や業務から生じる名声は 多数の応募を周辺地域から受け付けることができ、それにより採用募集のプロセスにおいて質の高い人材を選別することを可能にした。シンガポール航空はシンガポール人とマレーシア人からのみ客室乗務員を採用していたが、1995年からは採用の門戸を中国やインド、インドネシア、日本、韓国、台湾など、 他の国にも広げ言語による乗務員と旅客の障壁を最小化している。それぞれの採用応募者の10%が先行に通過し、シンガポールガールシンガポールガールになる最初のステップのトレーニングに進む。制服の色により階級が違う客室乗務員4色の毛早によって、シンガポール航空の客室乗務員は階級が表されている。制服の大部分は変わっていないが、 男性客室乗務員の制服は2008年6月30日に更新された。男性客室乗務員は独特なシンガポールガールの毛早を引き立てるネイビーのスーツを着用し、階級はネクタイの色により分かれている。こちらも同様に4色で階級が分かれている。2001年4月に、それまでの靴はシンガポール航空006便離陸失敗事故を機に、 安全上の理由と批判から変更されている。シンガポールガールのマーケティングコンセプトに関しては、広告のガールの言葉から白人男性に従属する望ましいアジア女性というステレオタイプ的なイメージから性差別に反対する団体から批判の対象となっている。しかし、マーケティングコンセプトから将来の広告活動で完全にシンガポールガールが置き換えられることはない。 シンガポールガールの象徴をシンガポール航空からなくすことはディズニーランドからミッキーマウスをなくすようなものだ。とザ・ストレーツ・タイムズには載っている。2007年4月16日にニューヨークをベースとする広告エージェントドブーイ博ほどは DDB ワールドワイドとパブリシスを破り新たにシンガポール航空の主要広告エージェントとなった。 年5000万シンガポールドルで5年間の契約を結び、トブイは1990年代後半からアジアで事業を開始してから最大の勝利を得た。シンガポール航空は今後もシンガポールガールとサロンケバヤのユニフォームは広告戦略として維持すると約束している。ありがとうございます。